はい、どうもバテマス協会でございます。今日は、まあ、この動画の前にね、上がっとると思いますけども、ステーキ食うてます。晩酌動画でねやろうか思ったけど、ステーキ焼いたらさ、一本の動画にしときたいやん。一応晩酌動画で使うのもったいないやん。肉焼いてるし、まあ、というわけでね、今日はレモンサワーです。乾杯。ほんとね、ノートパソコンで編集するのめんどくさくて、今これもあの iPhone でやってるんですよ。 iPhone のインカメ、それも iPhone8 Plus。 そろそろ買い替えたいなとも思ってんやけど、iPhone13 も発表されましたけど、だって使えんだもんって思ってるんですよ。iPhone12 でいいかな。13出てるけど、iPhone13 予約始まってるみたいけど、この際 iPhone12 にしようかな。そんな別にさ、最新のじゃなくてもいいからな、これ。まあ、そんなこんなのパテモス、今日はね、まあ、月1回恒例ぐらいとなってきましたね。違うんやおじいちゃん、まあ、私の職場に来るんですけど、いつもね、最近は今日もね、職場に来てたんですよ。あの散歩道なんで、あのおじいちゃんのね、相変わらず前回と一緒でね、ドアがこうガラス張りなんですよ。で、おじいちゃんこっち側行ってね、ドアがこういう風に開くんですよ。こういう風に、おるかい言って、おるおる言って、入りーな言って開けたったのこっちからトコトコトコってやって、また相変わらずこのガラスにね、スローに突っ込んでたよ。ドアがこう戻らないぐらいの勢いで突っ込んでたね。あ、ドアか、入って、それガラスやぞっつって、おーいってね、入ってきよう。ちょっとこうね、迂回して散歩しとったんか、って違うんじゃー言うとるけど、まだな、もう台風もな、過ぎたから言ってね、で、入ってきた時に、おじいの手見たら、片手ね、これどっちやろ、右手にここ、ぎっしりと何かその辺の植物を巻き込んだ蜘蛛の巣がついてたの、ここらへんで、手に蜘蛛の巣ついてて、どこ行ってきたんや、言って、いやで、ここついてる、蜘蛛の巣ついてて、台風もなぁ言うて、雨も止んだし言うて、もう話そのまま続いてて、もうええわ思て、蜘蛛の巣も、まあ、台風もなんか昨日のうち過ぎたみたいなって言うて、違うんや言うて、台風ももう今日いっぱいみたいでなぁ、いやでも過ぎたんちゃうの言うて、違うんや言うて、温帯低気圧になぁ言うて、勝手に話違うんや、もうクソも関係ない、もう話進んでいっとんね、地震の中ではね。まあそうか言って、別にまあ台風過ぎたしええやん、温帯低気圧になったらええやんって言う話してね。で、最近どうなん体調が、言って、ペースメーカー入れとくから、ペースメーカーみたいに入れとくから、まあ、それの病院だけ行ってきた、言って、あ、そうなんや、言って、あ、そうなんや、言ってね。ほんで、そのおじい丸坊主なんですよ、ハゲとるから。だからこの丸坊主にしてから、看護婦に、人気でなぁ、言うて。前言うとったやん。その辺飲みに行くより、看護師さんの方が優しいしてくれてええわ、言うて言うとったから、この間も。そうなんや、言うて。優しいしてくれてな、最近の若い女の子らは、言うて。飲みに行くよりええわ、言うて。そうかいで。何話かけてもらえんのかいで。じゃあ違うんや、言うて。頭な、撫でてくれんにはたわしみたいや、言うて。マジかよ。
そうなんや、うん、頭をね、たわしみたいや言うてね、撫でてもらえんよ。だからでいいやんか、そんなもん8時も過ぎたジジイなんかも、そんなもん若い女の子に触ってもらうことないで言うて、介護以外で言うて、あ、それがな、嬉しいってな言うてマジかよ、いじられてんやろな思ってさ、なんかな、頭の形がかっこええとか言うてくれんや言うて、丸坊主にしてよかったわ言うてな、うんなもん手伸ばしてんなもん、なでつけて伸ばしとるのもんなもん、丸坊主にしたんや、まあ、これが一番ええわ言うとったんやな。そのじじい昔もめちゃめちゃバーコードにへばりつけとったんや言ったもんじゃ、あんたやっとったから昔って、いや丸坊主がええわ言うてお前やっとったやんけ、その頭お前が今けなしとるやつらの頭お前やっとったやろっつって笑かしようんだよ。ほんでさ、あの何やったかな、今日すごかったんだよあのじじい、もういよいよもうあのなんか集大成出してぶっこんできよったんかなというぐらいいろいろあったんだよ。あと何やったかな、いろね、あ、カラオケ、うん、デイサービスみたいに行ってんのよ。で、最近カラオケやってんのって言ってんのって、カラオケ飲み行ったり、もう酒もあんま飲まないようになったやろって言ったら、酒飲まへんやんって言って、カラオケ行ってんのって言ったら、カラオケは行ってへんけど歌とろいって、どこで歌とろんやないって、デイサービス歌っとうと、もうデイサービス行ったら、あの行った先でな、行った先で歌とんにゃーって、お前どんだけ行っとんねんと、生活保護持っとるじじいでさ、いろんなその市の設備、市の施設みたいなところで行っとるみたいな、まあ、要は支援があるところね、行ってる、行くとこどこで行っとんにゃいだ、いやもうね、部屋ごとにあんにゃいって、嘘つけみたいな、部屋ごとにはカラオケないやろお前、カラオケやかそれみたいな、行く部屋ごとに行ってうととんにゃーいうところ、絶対あれ嘘やと思う、ボケとか分からへんよな、施設が変わっとっても、よう歌とるらしい、歌うの好きらしいからね、何歌とんのか知らんけど歌うまいよもう言われとるって言ってで、まあ30分ぐらい進んでいきよってんけど、まあ、今日も蒸し暑かったからさ、ちょっとエアコンつけてからさ進んでいきよったけどさ、俺はちょうど今日の昼間の明太パスタをね作る手前にそのじじいが来たけどねちょっと遅かったけど、でおじいいつも帽子かぶってんの、丸坊主やけど帽子かぶってんやけど、部屋入ったらもう脱ぎよるやん、脱いでこの、ね、でマスクをね、帽子のこのマスクがこう、帽子がこうあって、ここにマスクをポンって入れてる、うん、帰るわって、昼飯どうすんのって言ってで俺がよく焼肉買いに行ってて、あのコロナ禍の時によく行ってた店があるんやけど、いやあそこお弁当やってるらしいよって言って、いやあそこ行ったらね、すごいお金取れて、ぼったくりって一応言われてる、ぼったくられるって言われてるの一応ね、そこねもう今時ぼったくりもないかなと思うけど、もう焼肉弁当とキムチとちょっと買ってから3000円ぐらい取られんやって、わしが一小遣い3000円しか持てへんのに、もう3200円とかなってつけとかなんや、だからなあの団地の人とか、あの会、あの何やったっけ、市の人じゃなかったな、でさ、あの看護師だな、どっかの人にもうあそこで買うな言われとんにゃって、あんた3000円で言ったら食費分も年金からな、年金の分とその生活保護の分で、そのデイサービスっていうかそのヘルパーの人に払っとって、それで食事は買ってきてもうとんにゃ、でもたまにちょっと美味しいもん食べたいなと思ったら、一日の小遣いの3000円からあの丸っぽそこの焼肉屋に持っていかれるともしくはもうそこでかつけになって次払わされる、で周りからお前はアホかと、なんでお前はそんなところで金つことや、もうやめとけってめちゃくちゃ言われてるらしいのよね、もう言ったらな、もう持っとる小遣い全部取られっからもうやめとけ言われとんにゃ、じゃあそうかな、まあそのなもう帰るわ言うて、ここに入ってるマスク入ったら帽子かぶって言って帽子の中にマスクすごいよね、マスクここに入ってこのままパクってかぶるよって、いやじゃマスクそこ入ってっから言って、おうおう言って
うん、帰るわ。じゃあマスク帽子の中入ってんでって。前はマスクしておらへんかったけど、ポケット入れて帰る。いや、マスク帽子の中入ってんで、どう思う？いや、違うから、俺取って。マスクこれあるから、言って。おお、言うて帽子かぶってポケット入れて帰っていった。パンチ効いとるよな。もういよいよなんかラストスパートをかけてきたかのようなね。むちゃくちゃな展開やったね、今日はね。蜘蛛の巣は最後までついてたよ、帰る時も。お茶いっぱい出してやったけど、その蜘蛛の巣のついた手でお茶飲んどったから。なんなんやろ、あれ、2回も3回目で蜘蛛の巣ついてんでと。なんかもう訳のわからん草を巻き込んだ蜘蛛の巣が、ここに茶色いなんかを巻き込んだ蜘蛛の巣がついてたのに、最後まで取り寄らへんかったな。多分家帰ってもついたままでしょ。いつ落ちんやろ。お風呂入る瞬間までついてんじゃん。服脱ぐときに取れるか。いやすごいよね、人間って。行くとこまで行くとね。まあ、そのジジイも86歳だそうです。今日話聞いたら。何歳なんて、86歳ですよ。あ、そうか。まあ、というわけでね。本日は晩酌動画2本となりましたが、もうどうしても今日はそのジジイの話がしたかったんで。違うんや、ジジイの話がしたかったんでね、動画を撮りました。というわけで皆様、3連休の初日でございますけど、ゴイオレディと満喫してくださいませ。ほな。